今回は、グロービス杯の、予選決勝から、酒井、二段対、上野愛咲美女流棋聖の、一局を紹介したいと思います。はい、じゃあそれでは見ていきたいと思います。上野さんの白番ですね。そうですね、マネ碁で、のね、立ち上がりですね。珍しいですね、非常に。ここで変化しました。ここでね、へえって感じですけど、これ逃げたりしないんですね。上野さんならなんか逃げそうな気がするんですけど。非常に変わったね、立ち上がりになりましたね。まあ、こちらもあるんでしょうかね。で、まあ、こちら構えるか、こちら構えるか、って言ったところでしょうか。実戦はこちらの図を選択しましたね。そうですね、これ抑え込み先手になるので、一回入りたかった気もするんですけどね。これ伸びたら今度抑え込み効かないので、合わなかったのはちょっと意外でしたけどね。これは捨てる判断を選びましたか。まあ、この辺りはね、黒が順調な気がしますけどね。これ逃げ出すんですか。これすごいですね。1秒も考えない手ですけど。これ、コスまれたら。大丈夫なんでしょうかね。そうですね、これはすごいですね。ここの逃げ出しを見てた一手ですか。でもね、持ち込みもひどいのでね、なかなかあんまりうまくいくとは思わないんですけど。 これは ここなんか受けといておけば、まあ無難でしたか。まあどう受けるかちょっと分かんないですけど、まあ固くこう打っておけば別になんてことはなかったですよね。まあこれにはこう伸びといて、まあ黒別になんてことはなかったんでしょうね。こうやってこうやって、これは苦心の一手ですか。これ効くんですね。これどうなってますか。これ助かっちゃって、これはひどい目に遭いましたね。2目も取られてしまって、ここいけませんからね。これはすべて助かってしまいましてね。これは大損害だ
ったんじゃないでしょうか。そうですね、これ勝負手ですね。でもとても捕まる感じじゃないですね。これね、この石をまだ狙ってる節もありますよね。ということで、ここで、これでやっと行きましたね。これ打たないとね、こう打ってここら辺打たれると、これ欠け目ですもんね。こういう振り返りとなりましたけど、まあ白としてはね、もうこの辺りではもうね、勝戦に近いと思います。こういうのもね、花見子になってしまいましたし。いや、ひどい目に遭いましたね、黒はね。はい、これで、まあ、勝ちという感じでしょうね。ここでトリオとなりました。いやー、酒井さんにとってはね、はっきり優勢だったと思うのでね、残念な一局だったと思いますね。はい、まあでもね、上野さん、まあ代表になりましたんでね、ぜひ頑張ってほしいと思います。はい、じゃあこの辺りで終わりにしたいと思います。はい、それでは、失礼いたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。